約8割の企業は2年間やれば落札してるんですよ。おお、ちょっとあのエヌジェスのちょっと申し込み用紙ありますよ。N ジェス、今主力事業だと思うんですけど、現在導入が3148社、はい、ウルル社の全体の 63% の利益、そもそもその入札のマーケットとか、あそこがまあどうなってるかっていうところからちょっと教えてもらってもいいですか。わかりました。まず入札っていうとですね、うちの会社には関係ないぜって思ってらっしゃる会社なんか9割いるんですよ。実際今世の中400万社あるとして、落札実績のある会社って40万社しかいないんですね。単純に10社に1社しか入札で落札してない。で、入札っていうのは国と自治体とが民間企業にお仕事を依頼するときに取らなければいけない契約の仕組みなんですけども、自由にあの企業にホームページ作ってもらおうとか選べないんですよ。はいはいはい、税金使ってやりますね。うん、まあペアにですよね。はい、うん、まあ、そもそもじゃあ入札やってらっしゃる会社さんに僕らは何をどういったサービスを NGS っていう形で提供してるかというと、入札情報って各官公庁や自治体のホームページに出てるんですよ。官報みたいな、あの雑誌にも出てるんですけども、ただその国や自治体の数っていうのが今だいたい8000機関ぐらいあるんですよ。厚労省とか文科省とか経産省とか、もちろんそれみんな知ってるのはあるんですけど、なんとか独立行政法人とか自衛隊とか裁判所とか全部かき集めると8000ぐらいあるんですね。すごい。その情報を探そうと思うと8000のウェブサイトを日々チェックしなければ機械損失を起こすと。でこの情報ってクローリングって、あのロボットで巡回させて収集、で今の時代なら全然できるんですけども、公共機関の開示情報って PDF であることが多いんですよ。取れないわ、人の手でないと集められない、これも僕らの出番ですよ。ここで登場。僕らにはシフティに今大体40万人ぐらいのワーカーさん登録しておりますので、ウェブサイトをこうもう人力でチェックしていただいて、そういった形で年間に僕らは200万弱の新規 その入札情報というのをデータベース化する。NGS 内にデータベース化すると。はい、過去何年前からの情報があるんでしたっけ。2008年からなので12年前ですかね。はい、このデータは他に持ってる会社は ないんじゃないですか。あの入札情報自体が消えてくんですよ、一定期間、まあ、1週間とか1ヶ月とか経つと。で僕らは入札情報を集めるついでに、過去の実績も収集するんですよ。どの案件をどの企業がいくらで落札したっていうのも、でもそれらも、もう集めることできませんから、それも消えていくわけですよね。そうですね。入札取っていこうという企業さんが NGS をその月額契約で。そうですね。僕らのこのサービスって月に 6,7 万ぐらいのサービスなんですけども、入札って1案件1000万アベレージなので、やっぱ1年間に1件落札できれば、僕らの利用料って全然払えちゃう。そもそも入札をやってないこと自体がもったいないんですよ。あ、確かに。で入札っていうと建設工事みたいな、イメージがあるじゃないですか。全体の4割なんですよ。6割は物品役務って言われるんですけども、パソコンを調達するとか、エレベーターを点検するとか、お弁当作るとか、建設工事じゃない方が6割で、入札っていうとその大手のものでしょっていう結構イメージも持ってらっしゃるんですが、はいはい、全然そんなこともないので、中小企業、中小企業、零細企業、それこそ個人事業主、個人っていうのもありますから、入札に参加して1年目の会社が落札する率って50%なんですよ。へー、2年目、高いですね。高いんですよ。2年目までに落札する企業って 79% あるんですよ。お、だ約8割の企業は2年間やれば落札してるんですよ。おお、そしたらあのNGSのちょっと申し込み用紙ありますよ。とはいえ、分かんないでうちのサービス使っていただくのもあれなので、あの無料調査っていうのを実施してるんですね。はい、で、こんなところにありがとうございます。こんなものが、はい、ちょっとそこにちょっと落ちてたの。落ちましたか。中にはこの2冊の冊子が入っておりまして、入札ってなんだろう、うちの会社には関係ないんでしょっていう会社さんにはこの白ですね、入門編、で入札やってるけども、なかなかうまく成果が出ないですとかいう人にはこの落札するためのマニュアル、
ていうのを2冊に分けてですね、作らせて解説させていただいているのと、はい、例えばキムさんの会社で扱っている商品、はいはいはい、どれぐらい年間で入札が出てるのかとか、調査させていただくと、うん、じゃああなたの会社は1年間でいくらぐらいの落札が見込めますよというところまで、このチケットもついている冊子になりますので、はい、なんかジャパネット高田みたいになってきましたけどお値段はなんと無料ということで無料ありがとうございます。もともと無料なんですね。もともと無料です、まあ、今回この動画を見ていただいた方にはですね、なんと、はい、無料調査させていただきますので10冊ぐらい、まあ、そうですね、限定調査させていただいて、はい、詳細は概要欄に書いてありますので、はい、ご希望の方はぜひ、最後通販番組みたいになりましたけどもう今ならもう一冊つけましょう30分以内に電話の方は、はい、オペレーター増やして待ってますんで次、はい、最後ですね、ウルル社の、その成長戦略というキーワードで、はい、最後ちょっとお話ししていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。わかりました。